人間の価値には序列があるのだ。大切にされる人とされない人がいるのだ。僕は自分がその序列の最下位にいると思っていたのだ。でも自分より下がいることに気がついたのだ。それはキモくてお金のないおっさんなのだ。こいつらはキモいしお金もないしおっさんだから、どれだけ差別しても暴力を振るっても誰も同情しないし助けに来ないのだ。ゴキブリと同じなのだ。叩き殺せばむしろ称賛されるのだ。なぜならキモいしお金もないしおっさんだからなのだ。ということで、これから適当にそのあたりのキモいおっさんを角材でぶん殴るのだ。僕の方が上であることを証明するのだ。いや、ジュタモンちゃん、こんばんは。いや、うわ、何をするんじゃ。うるせえのだ、キモくて金もないくせに。ボコボコにしてやるのだ。やめておくれ。出し切って。うるさい、うるさい、うるさい。お前は僕より下なのだ。だから僕よりもっと苦しい思いをしてなきゃおかしいのだ。だから殴るのだ。やめて、やめてよ。怖いよ、痛いよ。やめてよ、誰か助けてよ。同じなのだ。このおっさんは普段のいじめられている僕と同じなのだ。僕にはこれ以上殴れないのだ。大切にされない人間の痛みがわかるのだ。